はい、こんにちは。私、主婦のあやです。今日はですね、ブームトリガーのティーザーが出たので、まあそのことと、あとまあ二次プロジェクトのこととか、ちょっとなんだろう、いろいろ話していきたいなと思います。よろしくお願いします。まあ最初に余談なんですけど、マイクを買いましただからずっと買わなきゃって思ってて、もうかれこれもう何ヶ月も経っちゃったんですけど、まあちょっとこれがどれぐらいのものなのか今撮ってるんで全然わかんないんですが、まあちょっと編集するときに確認してみようと思います。まあそんなマイクのことはどうでもいいんですけれども、昨日一昨日だかな、昨日の朝か、すごい早い時間にブームトリガーの公式から、ティーザーが、出ましたので、まあ、ちょっとまずそれ見られた方はいらっしゃるでしょうかね。プデューを追ってて、まあ、割とドコモのグループなんか発生した出てきたグループは割とどれも見てますよみたいな感じの方だったら、まあ、もしかしたらご覧になられてるかもしれないんですが、なんかですね、ブームトリガー自体は、このコロナ期間中といいますか、まあメンバー決めの動画だったりとか、なんかいろいろ、その、なんて言うんだろう、ドッキリ企画とか、結構普通のことを流しつつ、ブロック B のカバーをですね、出したりとか、割とその、なんだろう、精力的というか、いろんな面でのメンバーの一面を出すような内容の YouTube を出していったので、まあ本当ここはちょっと逆に JO1 の運営に真似してほしいなってちょっと思ってるぐらいなんですが、はい、まあまあそんな感じのブームトリガーの新しいというか、まあデビューシングルなんですね。これ8月13日にリリースされますので、JO1 よりも2週間早く、タイトル曲が Shaking っていう曲で、ちょっと聞いた感じかなりズンズン系の曲なんですが、ティーザーのサムネイルはちょっと屋外で撮られてる、なんかちょっとなんて言うんでしょう、夏の曲のなんかこうプールパシャパシャやるアイドルいるじゃないですか、あれ系かなと思ったら、ちょっと曲も全然なんかこう低重点音の効いたラップでね、有名な岡野くんと光くんがいるので、まあ2人に合わせた曲なのかちょっとよくわかんないんですが、すごくかっこよさそうな曲だなというイメージがあります。リップスライムのペスさんがやっておりまして、まあ、リップスライムといえば私たちぐらいの世代からすると楽園ベイベーとか、めちゃくちゃボカーンってリップスライムが売れた時に売れた時に、若い頃世代を過ごしている皆さんは懐かしいんじゃないかなと思います。そのリップスライムの方が作ってくださってますので、まあ結構良さそうな曲だなと、良さそうな曲になってるんじゃないかなと私も思ってます。サウンドプロデュースをやった人はちょっとコリーさんっていう人、初めて聞く方なんですけれども、でその方がやったというふうにオリコンのニュースに書かれてました。まあ一応とりあえず私はすごくこれのフルが楽しみで、早く聞きたいなというふうに思っております。ダンスをすごい頑張ったというふうに書いてましたし、まあ、ジャケットっぽい写真も上がってますので、まあ、これもすごく感じがいいというかね、光くんの髪の色がめちゃくちゃ青なんですけど、まあすごい楽しみな感じになってますね。とりあえず、ブームトリガーが、まあ、割と JO1 以外のグループで結構スムーズにことが進んでるグループなんじゃないかなと、私は思っております。なんでとっても楽しみですね、こちらは。と、まあこのちょっと少し日服から離れるんですけども、まあ、最近二次プロジェクトが終了して、私あまりガールズグループはちょっとあんま見ないんですが、まあ、スッキリでやってたっていうこともあって、ちょっと二次プロジェクト、まあ、片目でちょっとチラチラって見てたんですけども、9人ねデビューがしっかり決まって本当におめでとうございます。はい、なんかプレデビュー曲ミュージックビデオがボーンって出たんですけども、あれもすごい可愛くって、完全に K-POP 仕様に仕上がってる感じでした。はい、すごい可愛かったですね。ああいう感じがすごいいいなと思いました。でポップな色使いでね、本当 JYP っぽい感じの衣装だったし、すごく良かったんじゃなかろうかなと思います。彼女たちはまだ韓国に住んでるみたいなので、日本での活動はですね、ちょっと今のコロナがちょっと落ち着かないと難しいんじゃないかなと思うんですが、まあなんとかね、まあ、デビュー曲はもうすぐ出るみたいなので、はい、まあ、ちょっとそちらもすごく楽しみに待ちたいなと思ってます。はい、まあ、今日はこんな感じで、終わっていこうかなと思います。はい、で皆さん、SixTONESのミュージックビデオ見られましたか？全 CG 使ってやってる曲なんですけども、ああいうことができるんだったら、ぜひですね、JO1 のセカンドシングルもああいう感じでかっこよく作っててほしいなというふうに私は思ってます。はい、
ブームトリガーの、ね、曲もあの屋外で撮ってるカットだけなのか、ちょっとあれしかティーザーでは見れなかったので分かんないんですけれども、まあ、屋内でスタジオで撮ってるものもあれば、もしかしたら、かなり完成度が高そうな気がしますので、ちょっとすごく本当に楽しみです。はい、私の動画ではですね、いつもこう日プデュ関係の子たちについて動画にしております。こんな動画でよかったらぜひいいねチャンネル登録よろしくお願いします。はい、ツイッターやブログもやってますので、よかったらぜひフォローしてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。